本日は砧公園にやってきました。砧公園は昔空襲でたくさん亡くなった方がいるということから始まって、毎年よくパトカーや救急車が止まる場所だったり、自殺者が多い場所だったりするそうなので、ゆれさんに会えたらいいなと思ってます。レッツラゴー。眩しい。森がある、森がある、眩しい。犬がいっぱいいます。あ、またいた犬13匹目。これは森、森って言うのかな、森もどき。甘酒をいただきます。あったかい。探検中、探検中。人が食べてる。めっちゃカラスが集まってきた。広いです。幽霊さんはなんか外に出てないで、トイレとか建物に入ってる感じがします。みんな風嫌いなのかな。眩しい。ついでに砧公園のすぐそばにある呪いの切り株に行ってみたいと思います。ゴーゴー。ありました、見つけました。こちらですね、呪いの切り株さん。キノコキノコキノコノコノコ。こちらが呪いの切り株さんだと思われます。確かに道路がね、だいぶなんか広く空間を取って狭くなってる、車1台しか通れない感じになってるから、多分ここだと思うんですよね。全然なんだろう、悪さをしてやろうみたいな感じは一切なくって、むしろおじいちゃんって感じ、もうほとんど寝てるぐらいな感じがしました。私的にはかわいい。今呪いの切り株を見て公園に戻ろうと思ってちょっとこっち側来たんですけど、ここにね、なんか雲みたいなふわふわもこもこの、ね、ネズミ色みたいな男の人がいました。でも雲みたいな感じだったから初めて見る感じでした。ご報告です。あ、めっちゃ人来た。今いっぱい人が来た、20人ぐらい来たと思ったら実際には4人ぐらいしか来てませんでした。幽霊さんもいっぱいここを通っているのかもしれない。幽霊さん、なんか生還した感じがする。あ、切り株あそこにもある。吊り橋、なんか幽霊さん全然いないんだよね。やっぱトイレの中だな。あ、落ちた。なんか木を見てると手に見えてくるからちょっと怖いんですよね。木は好きだけど、なんかどんどん人の手に見えてくるの。便所、
揺れるやつだ、揺れるやつ。揺れます、隊長。見て見て、ちっちゃい滝がある。揺れるな。揺れます、揺らしています。揺らしちゃダメ、絶対。いい釣り橋ですね。危ない階段。